今日もいろいろ歌ってみて、改めて思うけど、歌って音域とかこの日常会話とかこの声のブログとかと違って、音域が日常的に使わない音域を使わざるを得ないので、低いところから高いところまで、あ、この部分俺には無理だみたいなとこちょっと頑張って歌ったりしなくちゃなんなかったり、音の伸びとかなんかちょっとそこでは要するに、まあこういうボソボソ喋りとは違う、無理をしちゃうわけだけど、その無理をして高音から低音までこう自分のこうキャパの中で出せる声を一生懸命出すというのも一つの声帯の訓練っていうか、劣化老化させないためのいい運動になるんじゃないか何でもそういうふうにそういうふうに捉えがちなんだけど、全てがボケ防止と言っちゃったらそれで終わっちゃうんだけど、使う喉も使うこと、あとは頭でいろいろ文章を考えたり長文書いたりするとか、こうやって喋ったりすること、頭の回転させたり喉を回転させたり、ギターでいろいろ弾いて、その指頭喉いろいろ使うことによって錆びつかない老化を少しでも遅らせるっていうのに役に立つんじゃないかなと思いつつ、今後もまあどんどん、目に見えて下手になっていく自分は自覚するんだけど、歌うことはやめないでおこうと、漫画を描くこともやめないでおこうと、こうやって喋ることも何かの役に立つんであろうと自分で信じ込んで続けていこう。